はいどうもこんにちは、フィギュア大好きといかんです。今回もフィギュアチェックなのですが、例のコロナの影響もあるとは思うのですが、各社軒並みフィギュアの出荷が遅れていますので、まあそちらも合わせてチェックしていきたいと思います。でまずはグスマさんなのですが、ポップアップですね。グスマさんの看板商品になりそうな勢いのポップアップパレードから、なんとついに来ました。トラブルパレードから、いや違う、パレードじゃない、トラブルダークネスから、有機みかんが予約開始となりました。はい、例の全員出すというグスマさんのトラブルシリーズのポップアップシリーズ、その先陣を切ったのが我らが妹有機みかんです。でこちら以前のイベントで告知はあったのですが、全員出すぞと、トラブルヒロインは全員出すということですね。まあ全員というか主要キャラが出るということです。しかもみんな水着さすがです。で画像で見た限りだと、これかなりよくできてるんですよね。このすくみずに対するシャドウの吹き加減がやたらリアルなんですけど、まあこれはねデコマスなので製品版がどうなるかは別ですが、でもこれ定価が税込みの3900円でしょ。この価格でこのクオリティはやばいでしょ。しかもこれ発売も早いんですよ。発売が今年の9月です。後ほど延期しているフィギュアの話もしますけど、そういった意味でも今このポップアップは熱いですね。おそらくこの後も続けて他のヒロインが出てくると思います。まあ2番手は誰ですかね、桃あたりかな。まあとにかくこれは非常に楽しみ、僕もね全員揃いたいと思ってます。でこちらも同じくポップアップから、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会から結城せつなと近衛かなたが予約開始です。はい、虹ヶ崎メンバーも続々とポップアップ化されているのですが、まだ全員ではないのかな。まあでもこれメンバーいっぱいいるんだよね。9人か。なのでまあ安いとはいえ全員揃えると大変なことになりそうです。でもそれでもスケールフィギュアに比べたら全然安いですから、やはりこれもファンであれば集めたくなると、そういうことですね。でこちらも安心価格の3900円、発売が今年の8月の予定です。で同じくポップアップからはルビーシリーズ第3弾ということで、ブレイクベラドンナが予約開始です。すいません、僕はこの作品を知らないのですが、ちょっとダークなイメージなんですかね。かっこいい美少女が多いですよね。なんでもグスマさんのサイトを見ると、このルビーというのがカラーの頭文字のようで、これまでにもレッド、ホワイト、そして今回のブラックで、今後はイエローが出るようです。面白いですね。でこちらも安心価格の3900円、発売は今年の8月の予定です。でこちらはプラモデルなのですが、例のマックスファクトリーさんのギルティープリンセスからメイドロイドのクロエが予約開始です。こちらはすでに予約開始されている同じくメイドロイドのミャオ、あれとなんかね合体、武器が合体するのかな。ミャオのほうきと今回のクロエの掃除機これなんかね一見スターウォーズの R2D2 っぽくも見えますが、掃除機ですでそのほうきと掃除機が合体してなんかすごい武器になるぞということですね。まあいろいろと考えますよね。でこのメイド2人以外にもアリスという子がいます。この子もすでに予約開始されています。とりあえずはこの3人が発売されるのですが、どうもね評判も良さそうなので、今後はさらに他のメイドなども登場するかもですね。非常に楽しみです。で今回のこのクロエの価格が税込みの6800円、発売が今年の11月の予定です。でですねグッスマさんの出荷情報が更新されていますので、先ほども話しましたが、僕の方でちょっとね気になるフィギュアの延期情報をチェックしていきたいと思います。まず今月出荷されるのがカンコレの加賀さんお買い物モード、さらに僕が待ち望んでいたフィギュア
ポテガワさんのランジェリーのやつも出荷されます。いやーこれはねだいぶ待たされましたからね、いよいよ出荷されるのかという感じですね。ですいません、他にもねネンドロイドとかもあるのですが、まあ今回はちょっと数が多いので僕の気になるスケールフィギュアのみチェックしていきたいと思います。でまず残念なお知らせとして、グリットマンの宝田立花と新庄茜、こちらがそれぞれ延期になります。立花が今月から9月に延期、さらに茜が5月から10月に延期となっています。まあもともとね延期はされていたのですが、さらに延期となったようです。まあやはりこれはねコロナの影響で、まあ複雑なフィギュアほどチェックするのに時間もかかるということで、まあ特にねこのフィギュア本当に複雑ですから、まあその分ね大幅に遅れているんでしょうかね。まあでも遅れるのは嫌ですけれども、でもねそれ以上にクオリティが下がるのは嫌なので、まあ頑張ってね最後までしっかりとしたものを届けてほしいです。で他に遅れそうなのがファトカンパニーさんのレムのハロウィン、これも今月から来月に延期です。まあでもこれはね来月には出るということでしょう。今年のハロウィンはレムで盛り上がりそうです。で同じくファトさんのドルフロの GD-DSR50、春ボタン、これも今月から来月に延期で、さらにワンダフルワークスさんの宇崎花ちゃんも今月から来月に延期です。あとグッスマさんのでかいやつグエンプールのやつが、あれもね6月に延期されるそうです。さらにファトさんのイビルアイ、あれもね僕も非常に楽しみにしているやつです。あれもね6月に延期。そしてウィングさんの5等分の花嫁の中野一花と中野美久のセットのやつ、あれもね6月に延期です。さらにさらに僕が非常に楽しみにしているグッスマさんの加藤めぐみ出会いの服バージョン、あれも今月から9月に延期です。マジかまあでもねこれもまあ想定内ではありますね。うん、まあこんなもんでしょうでこれを待ち望んでいた方には残念なお知らせなのですが、レムの再販も延期です。これも10月に延期となりました。これはでもあれだよね、うん、国内生産のやつですよね。だから中国の工場ではなくて、国内の工場も遅れるということです。あー国内もダメなんですね、遅れちゃうんだな、うん、まあでもアニメの方も遅れていますから、まあ、ちょうどねレムの活躍が見れる頃に、うん、活躍があるのかどうかは分かりませんが、その頃に届くといいですね。でせっかくなのでアルターも、まあ、こちらもね僕が楽しみにした SAO のアスナ GGO バージョン、これが今月から6月に延期で、さらにこれも超楽しみにしていたアズレンのプリンツオイゲン、これが7月に延期です。まあまあこれもね想定内です。逆に予定通りに出てくる方が怖いです失礼な。まあでも本当にねいいものを出してくれる方がありがたいので、遅れることは嬉しくはないですが、こういった状況でもございますので、メーカーの皆様方今後もフィギュアの製造を頑張ってくださいませ。ではではフィギュア大好きといかんでした。またねー。